香港人の中国大陸への抗議の標語今日の香港、明日の台湾は2014年4月に台湾で起こったひまわり学生運動で掲げられたスローガンの一つ。その後、香港と台湾の運命共同体意識を表すスローガンともなった。また、民主化以前の中華民国においては香港に対してのポジティブな意識を表す表現でもあった。スローガンの指す。 香港とは、返還後の香港の政治及び経済的な状況を指している。つまり、中国共産党政府と香港政府の間で結ばれた中国本土、香港経済連携緊密化取り決めにより、香港の経済は向上した一方で、中国本土へ経済的な依存が進んだ事実と、海峡両岸サービス貿易協定が台湾にもたらしうる、中国化すなわち、 賃金の強制的な下落、資産のバブル化、貧富の差の拡大、中国資本の浸透に起因する政策への間接的な影響を、本土、香港間の各分野における対立といった変換後の香港が経験した悪影響に対して警戒すべきだというものである。月刊誌、70年代の元編集者であるリーは、今日の香港、 明日の台湾という言葉のここ30年間にわたる意味合いの変遷と変換後17年を経た香港と民主化した台湾を比較して次のように述べた台湾における政治的民主主義は制裁を欠き経済発展においても大陸や香港と比べて遅れている。だが台湾の市民社会は徐々に改善され自己認識を強めている。これは 香港の市民社会と政府機関が中国共産党と大陸人の侵食の下で大きく後退しているのとは対照的である。台湾のひまわり運動には香港人からのフェイスブックメッセージが多数寄せられた上、香港のニュース報道を席巻し、この運動を支持共感する香港人の主な表現を表した。しかし、 香港中文大学学生連合会の会長である長州県は今日の台湾、明日の香港の標語は2014年に台湾で起きたひまわり運動のスローガンから派生したもので台湾人が香港の現状を警告として挙げた後は香港の社会運動が今日の台湾、明日の香港になる可能性がかなり高いと考えており香港は台湾のひまわり運動をモデルにして 選挙の準備をすることができるとしている。ひまわり運動の原因となった海峡両岸サービス貿易協定は、香港人に中国本土、香港経済連携緊密化取り決めに対する負の感情を思い出させ、香港を台湾の洗礼にしてしまった。大広報は、香港の野党が、今日は台湾、明日は香港と言って、香港の立法会を選挙すると脅したと報じた。 ひ志こ号は、香港を市販部隊に例え、本土の所有者に取り戻された後、本来の人権、自由、法治の掛け軸を、社会主義中国を愛するというスプレーペイントに変え、台湾は、過去の香港に影響を与える、市販部隊になり、香港人は自分たちで戦い、今日の台湾、明日の香港になることを期待していた。同年、香港では2014年香港領。 立法会事件は発生した。ありがとうございます。